ニプレックスネクストラジオ。皆さんこんにちは、アニプレックスネクストラジオパーソナリティの前野智明です。皆さんこんにちは、同じくパーソナリティの加谷直衣です。さあ始まりました、アニプレックスネクストラジオ10月配信の2回目。いやね、前回の芹沢さんがね、くすま TV から来てくださいましたけれども、面白かったですね、ギャップありましたね。いやあの子もすごかったね、まさかね、あんなお顔をして魚をさばいてるとはね、びっくりしましたね。本当に三枚おろしもするって言ってましたもんね。いやすごかったね、あのおすすめのグッズ持ってきてくれたやつすごかったね、フィギュアのやつ、あのエリリフィギュアですか。そうそうそう、エリリフィギュア、すごいですね、あれやばかった。ぜひ前野さんにあのサエカノナのフィギュア並べて、ね、あれねもう芸術品だよ本当に。すごかったですね、いやすごかった、本当に素晴らしかったです、ね、そんなこんなでね、芹沢さんでしたけれども、はい、今回のテーマちょっと変わったテーマで、なんと今回のテーマはピンチ。ピンチ、ピンチ、あ、まあ、確かにちょっとネガティブなイメージもありますけどね。あのピンチでいいんですよね、ピンチってね、あのピンチをチャンスに変えろうみたいな、そういうあの危機的状況の意味合いのピンチでいいんですよね。アニメではストーリー上で大切な要素にもねなったりしますよね、まあ、確かにって書いてありますね。そうですね、起承転結の上でね大事な要素ですね。なんかありました、前野さん、まあ、あの作品上ではたくさんいろんなピンチ迎えてますけど、こう普段生きていく中でのピンチってことでしょ、うん、あります。ピンチはでもねよくあるんじゃない、ピンチなんてこと。本当ですか。あの車移動してて、はいはい、あの渋滞に巻き込まれて、あで、あやべお腹痛くなってきたとかいう時とかはもう大ピンチですね。でも体の中のことはピンチは起こりやすいですよね、うん、確かに起こりやすい。ある意味こうあの喉乾いたなみたいなのも一つのピンチじゃないですか、うん、ピンチピンチ、体が欲してるっていうね、うん、へでも加山さんそういうのあるピンチ、まあ、でもそうです、あんまりなんか大きなピンチっていうのはなかったですけど、プチピンチみたいなのはやっぱりあります、うん、プチピンチプチピンチ、 プチピンチちょっとしたピンチですね、ちょっとしたピンチ、なんかそれこそその現場次あと何分で移動しなきゃいけないみたいな、ね、そういうピンチとか、そういうピンチはあるし、うん、そうでも本当にそういうそれぐらいのピンチですね。まあね、まあ、小さなピンチから大きなピンチまでね、いろいろありますけれども、うん、まあ、改めて今回のテーマはピンチということで、ピンチがたくさん出てくるあのアニメからこの方に今日はお越しいただきました。仲間と一緒ならどんなピンチも乗り越えられる、劇場版ハイスクールフリート三崎明奈役の夏川椎名です。よろしくお願いします。夏川さんにお越しいただきました、よろしくお願いします。そうか、映画のキャッチコピーにピンチが入ってるんだね、はい、そうですね、ピンチがキャッチコピーなの、そうです ね、 すごいね、とにかくいろんなピンチに見舞われるアニメなので、はい、あの今日は劇場版ハイスクールフリートのブルーレイ &DVD が10月28日に発売されたばかりなんですけども、はい、その作品の魅力を皆さんにお伝えしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。聞いた話によると夏川さんと茅野さんは何度かご共演されてるということなんですけれども、あ、はい、そうなんですよ、しなちゃんとも今日久しぶりなんていう話をしてて、ね、久しぶりってお二人で盛り上がってたからね仲いいんだなと思いながら見てましたけど、あ、でもね本当に久しぶりなんだよね、もう何年ぶりかなぐらいに、年代ぶりなの、そうなんです、椎名ちゃんが初めて主役をやった作品で、私、うん、お母さん役だったんですよ、で死んじゃってるお母さんだったんですけど、お母さんだったんですよ、嘘、そういう関係性なの2人、そうなんです、だったら2014年って言ったわ、6年前や、6年前の作品なんですよね、6年前、はい、そう6年前、それの後にウィッチクラフトワークスっていう作品でも一緒になってたんだけど、はい、一番最初に会ったのはその2014年の空のメソッドっていう作品で、はい、初主役でっていう、まだ10代の椎名ちゃんで、10代高校生の時でしたね、6年高校生か、高校生でした、はい、あ、もうすっかりなんか大人っぽくなって、はい、6年前高校生ってすごいすごいね、はい、そうですね、すごい、6年前ってもう最近のイメージだよやっぱり、うん、あ、そうです、すごいな、はい、それで主役だったっていう、はい、そうでした、そこからそうね、そのウィッチクラフトワークスでもお会いしてっていう感じで、でも会えたの久しぶりだったから、そうですね、なんか久しぶりとか言ってたから、ありがとうございます、でもせいぜいでも何ヶ月ぶりかぐらいかと思ってましたけど、はい、実はね、そうなんですよ、あの雑誌とかでね、一方的にこう、まあ、そういうの結構多いよねこの業界ね、前野さんとは僕とは多分お初だと思いますよ、初めましてです、はい、初めまして、はい、初めまして、それこそ私も、あの一方的に雑誌とかで追い上げしてるくらいの、なんか
毎回割と恒例で聞いてるんだけど、はい、こう前野さんと初めましてだけど前野さんのこう、はい、イメージみたいな、いやそんなのないですよ別に、そんなイメージとかなんかさ、そんなキャッチコピーとかないもん俺別に。聞いてみましょうよ。そんななんかやや変なの出てきたら、そんなカットです。いやでもね、気にはなるよ。その女性声優界隈でどういう風ななんかイメージで通ってんのかっていうのは気になるよ確かに。でも私あの雑誌とかで見てた感じすごくミステリアスだと思ってて、あそれはでもよく言っていただきますね。そうなんですね、やっぱ なんだろう、表情に影がある感じ。そうそういう声優を目指していたんですよ。そうなんですよミステリアスの声優を目指してた。僕あの石田明さんのような声優にも憧れてもう目指したかったんですけど、まあでもなかなかそういうのが叶わずにね。っていうのもこういうやっぱラジオの場で、ね、いろんなことをポロポロ言っちゃうんでそれが良くないっていうのもあるんですけど。そうですね さっきあのフィギュアになんか、うん、あフィギュアそうですね、そうそう熱い思いとかを込めちゃいましたけれども、はい、まあでもミステリアスな印象だったということで、はい、そうです。あまあでも今日はそれをもしかしたら覆す番組になるかもわかりませんよ。そうなんですかね、聞かない感じでよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、ということで今回は劇場版ハイスクールフリートと夏川さんのことについて根掘り葉掘り詳しくお聞かせいただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。アニプレックスネクストラジオ、改めて今回は劇場版ハイスクールフリートから夏川椎名さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。シリーズが始まってからもう結構経つということなんですか。はい、そうなんですね、プロジェクト自体は2015年から始まってて、アニメが2016年の春なのでもう4年ぐらい経ってるんですよね。はい、で劇場版が2020年今年の1月に公開されて、今回あのブルーレイ &DVD が発売になったっていう流れなんですけど、はい、じゃあ長い期間その作品に関わっていく中で、うん、はい、なんかこれ一番思い出に残ってるなみたいなことあったりする？あ、そうですね、ハイフリはあの舞台が横須賀で、船のお話なんですけど、その船のお話なのであの横須賀 の、うんうん、あの実際に泊まってるその船の中でイベントしたりとか、そういうなんか普段だったらできないだろうなっていうところでのイベントが多かったですね。それがすごい印象に残ってて、横須賀か、はい、なんかあの横須賀にでっかい船が泊まってた時期があったんですけど、うんうんうん、その時期にそのでっかい船のなんだろう、あれ貨物置き場なのかな、貨物置き場みたいなところを、うん、開けて、でそこでイベントをするっていう、なんか大きい倉庫みたいな感じなの？あ、そうですそうです、あの外側からあの開けると、まあ、見えるんですけど、お客さんはその貨物の中じゃなくて、外の港 の、あのところにいてもらってっていう、だからお客さんとの距離がすごい遠いんですけど、っていうトークイベントをやったことがあって、でもすごいねそれはね、なかなかないですよね、大バカにな、すごいスケールの大きいイベントをしたのが、そうですね、思い出の残ってますね。はい、なるほど、知ってる方も多いと思いますけれども、うん、改めてハイスクールフリート、はい、じゃあどんな作品なのかっていうのを教えていただきたいんですけれども、はい、そうですね、はい、舞台はですね、100年前にプレートのズレによって、はいはい、多くの国土水没によって失った日本が舞台になっています。なので、うん、結構もうなんだろう、全面海みたいな感じの世界観なんですけど、なんで海上都市になった、国で、海の安全を守る職業ブルーマーメイド、通称ブルマーが、女生徒たちの憧れになっていました。で、私演じる美咲明乃たちはですね、横須賀の海洋高校に入学して、はい、数々のピンチを乗り越えてメンバー同士の固い絆を手に入れるという物語です。あ、なるほど、はい、というところまでが、まあ、テレビシリーズのお話でした。劇場版はまたじゃあちょっと違ってくるんですか。そうですね、劇場版では、はい、まあ、一旦その海洋学校の海に出て実習をするっていう期間があって、うんうん、それがテレビシリーズの話だったんですけど、そこから戻ってきて4ヶ月経って、今度は文化祭と体育祭をなんかこう合わせた感じの共同遊戯会っていうイベントがあったんですけど、それ をやろうっていうところで準備を進めてる中で、うんうん、ちょっとこう新たなピンチに見舞われるっていうような話になっております。どんなピンチなんや。いやだってね、このラスシド系劇場版見るとね、和気あいあいとね、この遊戯会をやるんじゃないのかっていう。そうなんですよね、キャラクターもすごいたくさんいるんですけど、うん、どの子たちも結構個性的で、結構そういう会話の感じとかも可愛いようなお話にはなるんですけど、ピンチは割といつもえぐいピンチが、えぐいピンチがありますね、今回は。はい、そうだよね、だって舞台設定のプレートがずれて、うん、国土が水没した日本っていうのが、そうなんですよ、ここからして割とえぐいピンチじゃないですか。そうなんですよね、
もうそれが当たり前になっている世界として描かれているので、なんか彼女たちがなんかこう疑問に思ったりとかそこを変えようとかは思わないんですけど、でもやっぱそのならではのいろんなピンチが、劇場版も本当にやばい、劇場版は国際的、そんな大掛かりなピンチだよ、結構国際的というか、マジで、そうですね、これ救えなかったらやばいぞ、みたいな、ピンチにはなってますね。それはマジでガチでやべえピンチだな。そうですね、やっぱこのもう全国土がほとんど海になってるからこそのピンチというか、うわ気になる、やばい、どんなピンチなんや、国際的ピンチだってやばくない、だってそうですね、やばい、だからいろんな国の人が出てくるので、あの声優さんもあのいろんな国の言葉を喋ったりとかしてたので、そこもピンチでしたね。私は喋らなかったんですけど、はい、ドイツ語喋る人がいたりとか、喋れる声優ネイティブな方を呼んでってことなのかな、あの方もいらっしゃいましたし、うん、初めてやりますみたいな、頑張って指導のもと頑張ってやりますみたいなね、そういう方もいたりとか、確かに声優にとってもだいぶピンチが、そうなんですよねピンチの多い現場でしたまだあんまりちょっと言えないかもしれないけど、はい、見どころ的なところがもしあれば、そうですね、このハイフリーっていう作品一番こうなんだろう、うん、力を入れているのがこの CG だったりとか、音響だったりとかっていうところなんですけど、やっぱ回線シーンの バトルシーンがすごいこう大迫力なので、それがこう劇場版ではでっかいスクリーン用にすごい迫力があるように描かれているので、そこは見てほしいなって思うんですけど、それだけじゃなくてやっぱり、日常のちょっとギャグなシーンとか楽しいシーンもたくさん詰まっているので、そこにも注目してほしいですね。ぜひ注目してください、はい、そして夏川さん演じる美咲明乃、はい、どんな子なんですかこちらは。はい、美咲明乃はこの作品の主人公で横須賀女子海洋学校の生徒なんですけども、はい、教育艦晴れ風っていう、まあ、一個小さい船があって、その船の、はいはい、艦長になった子ですね、はい、で小さい頃にあの海難事故で親を亡くしているので、うんうん、人一倍こう仲間とか家族への思いが強くて、うん、まあ、作中でも船のお父さんになるんだっていうようなことを言ったりとか、海の仲間は家族だからっていう風に言ったりとか、ちょっとこう人情に熱いような子ですね、思いが強い子なんですね、はい、そうですね。さっきちょっと現場のお話ししちゃったけど、はい、なんかさっきそのピンチだったみたいな思い出以外にもある、うん、はい、現場の思い出。あ、そうですね、これも一種ピンチなんですけど、本当にキャストが多くて、この作品も確か50人ぐらい、はい、みんな結構金役とかしてても50人ぐらい、うん、入れないな、はい、なんであのスタジオに入れなくて、入れないよ、どのスタジオも入れない、全然入れないですね、割と大きいスタジオだったと思うんですけど、どうしたの、どうやって撮ったの。あ、なんでもう本当に細かくパートを分けて、そこで出てる人だけ入ってやりましょうっていうことになってたんですよね。50人は無理だね。そうなんですよね、このスタジオも入れないや。そうでも意外とやっぱりその出てる人が少ないパートになっちゃうと、その待合室の方がいっぱいになっちゃって、うん、そうなるよね、待合室も入れなくてっていう感じでエレベーターホールにいたりとか、あの地下の別のスタジオ借りたりとかして皆さん待機してましたね。結構長い時間だったので待ち時間も結構ピンチでしたね。あ、それはピンチですね。ピンチの話題が尽きない作品ですけどね、うん、劇場版が公開された当時は舞台挨拶もあったそうなんですけど、はいはい、何か印象に残ってる出来事とか場所とかありますか。はい、そうですね、本当にあの全国つつうらうらいろんなところに行かせて、そんなにたくさん回ったの、いろいろと来まして。そうなんだ、はい、で あんまりこうイベントとかでは行ったことなかったんですけど、広島にも私、珍しいね広島ね。そうなんですよね、広島ってあの呉があって、うん、呉もやっぱりそういうちょっと港町というか、そうだね、呉がちょっと身近に感じるような町なので、そこでも舞台挨拶をさせていただきまして、うん、そこのお客さんたちがやっぱりちょっとこうシンパシーを感じてくれてたのかなっていうような感じで、ちょっとこう熱気が他の会場よりもなんかなんだろう、ちょっといいもの見たなっていう風な感じで迎え入れてくれたのがすごい嬉しくて、はい、印象に残ってます、ね、そういうの舞台挨拶ならではですね、はい、うん、そしてブルーレイ &DVD ならではの見どころ、うん、あったら教えていただきたい。はい、そうですね、やっぱりこういろんなところにこだわって作られた作品を何度も何度も見返せるっていうところが、うん、ブルーレイ、ね、DVD の魅力なんじゃないかなっていうふうに思うので、本当に気になるシーンとか、あと本当に何だろう、
あの役者の皆さんがアドリブとかでも本当に細かいお芝居されてらっしゃるので、うん、その辺とかも見返して発見があったらいいなと思いますね、うん、ありがとうございます、はい、ぜひね、うん、ブルーレイ DVD もねたくさんご覧いただければと思います、はい、お願いします。ということで劇場版ハイスクールフリートのブルーレイ &DVD は現在好評発売中です。ぜひよろしくお願いいたします。アニプレックスネクストラジオ。さてここからはゲストの夏川さんのことについていろいろと教えていただければと思います、はい、まずはあのゲストさん恒例の質問なんですけど、うん、なぜ声優になったのか。おお、そうですね、私があの声優さんっていう職業を知った作品があのプリキュアなんですけど、プリキュア、はい、それこそ小学生ぐらいの頃にプリキュアが始まって結構見てて、うん、でなんかプリキュアってやっぱ女の子が強いアニメじゃないですか、うん、強い女の子たちが戦うアニメで、うん、私その頃その小学生の頃に自分になんか特技がなくて悩んでて、うん、なんかこうなんだろう、うん、本当になんか自分だけのものが欲しいなっていう風に思ってた時だったので、うん、その時にこうプリキュアを見て、あ、この子たちみたいに強くて自分のこう特技を生かして戦える子になりたいなって、プリキュアになりたいっていうところから声優さんを知りましたね、うん、いやでも、はい、多いですよね意外とそういう方ね、うん、プリキュアに憧れてっていう方、うんうん、私と思います。そうかもしれない、はい、あれはでも誰が見てもねやっぱ面白いし憧れるよね、うん、憧れますね、あと今でも憧れますね、やっぱりプリキュアみたいな強い女の子を演じたいとも思いますし、実際にそういう風になりたいっていう風にも思いますね。なるほど、はい、そして声優になって良かったことございますか。良かったこと、でもそれこそあのやっぱりこう声優さんだとあの現実ではありえない魔法を使う子だったりとか、もうそれこそいろんななんかこう不思議な力がある子だったりとかっていうあのキャラクターを演じることができるので、なんか自分とは違う何かになれるっていうところはすごいなんかいいなって思いましたね。それは声優ならではですよね。はい、まあ、そうですね、動物とかにまでなれたりするしね。あ、そうですね、人以外のものを演じられるし、なれるし、ね、ありえない状況のシーンとかも、ね、演じることできるし、そうですね、私も普段あんまり自分でこうリーダーとか何かのこうなんだろうトップになるみたいなことは普段ないんですけど、今回のそのハイスクールフリートとかでも館長なので、ね、一番偉いポジションというか、そうだよね、こう誰かこう命号令を出すポジションとかそういうのにもなれるっていうのがなんかすごい嬉しいですね。確かにそうだよね、はい、行く現場行く現場でいろんな芝居と、ね、いろんなキャラクターと出会いありますからね、はい、楽しいね。確かに楽しい、はい、そしてここからはちょっと作品にまつわるお話なんですけども、はい、明野は1枚の福引券でトイレットペーパー1年分を当てるなど非常に運がいいキャラクターですけども、はい、ちなみに夏川さんは運がいい方ですか、はい、ラッキーエピソードはございますかっていう、これ運っていうのかちょっとわかんないんですけど、うん、私天気に愛されてるっていう事象があるんですよ。天気に愛される、はい、天気に愛されてるなって思ってて、そういうエピソードがあるの。じゃあ、あの本当にこれいろんな人が承認なんですけど、うん、マネージャーさんとかに聞いてもらえればわかるんですけど、うんうん、私ゲリラ豪雨に当たったことが本当になくて、晴れ女、めっちゃ晴れ女、晴れ女っていうことでもないんですけど、ゲリラ豪雨に対してだけすごい耐性があるんですよ。ゲリラ豪雨、回避ゲリラ豪雨。あ、そうなんですね。それはじゃあ雨雲がしなちゃんをきっと避けてくれてるってことよね、なのかなって思いますね。そのタクシーとかに乗って移動するときに、タクシーに乗り込んだ瞬間からゲリラ豪雨が始まって、うん、降りる瞬間になって晴れるみたいなことが結構あって、それは持ってるのかもわからない、ね、そうなんですよね。なんでなんか、あ、天気に愛されてるのかなって、それこそがちょっとラッキーかなって、うん、それは確かにいい2つなんだね、うん、天気に愛されてる女、はい、天気に愛されてる女、はい、かっこいいな、それはラッキーかも分かりませんね、はい、そうですね、はい、なるほど。そして、はい、ハイスクール、つまり高校時代、はい、夏川さんはどんな子でしたか。私高校生の頃から仕事をちょいちょいやらせていただいてて、そうだ言ってたもんね、かやなさんと初めてお会いした時は高校生だった、時はまだ高校生だった、もしかしたら収録とかも、うん、あの制服とかで行ってる現場も確かあったなっていう感じだったんですけど、なんであの学校を、早退するタイミングが結構多くて、早退とか、まあ、そうだよね、お仕事上ね、やむを得ないよね、そうなんですよ、まあ、それがあの許されてる学校ではあったんですけど、うんうんうん、なんであのクラスメイトからなんかよく休むやつだなあいつって思われてて、でしかもまあ、喉を守るためと単純になんかこう顔を隠すためみたいな感じでずっとマスクしてたんですよ。そう、うん、なんで多分当時のクラスメイト私病弱に映ってたんじゃないかな。ああ、あの子今日もマスクして早退していったわみたいな感じで映ってたと、風邪よく引くなみたいな、実際はまあね予防もあるしね、顔のあれもあれだし、
あるんですけど、仕事の都合でね、はい、なのかなってちょっと思いますね。でもあるあるかもしれないね、声優あるあるの、声優あるある、確かに。どうしてんだろうね、高校生で現役でねやられてる方って。でマスクはみんなしてるような、うん、いやでもめっちゃ憧れるわ、そういうのすごく、高校生の時から声優って。私もでもね、二度と経験することができないから。できないあ、でも大変でしたね、やっぱり学校行ってから両立がね難しいよね。やっぱちょっとテスト勉強の期間とかすごい大変でした。なんで移動の電車とかでもずっと教科書とにらめっこしながら、あの記憶系だけとりあえず覚えてっていうので。そうだよね、すごいね。今思い出すとなんかもう一回はできないなって思いますね、同じような。すごいよ、その自分が高校生の時にそういう現場に行けたかどうかって言われたら絶対無理だったもん。そのやっぱり、いやいいね、憧れますね、そういうのね。はい、ということで、ね、松川さんにいろいろとお話を聞かせていただきました。はい、アニプレックスネクストラジオ、続いてはこちらのコーナー、ワールドネクストーリー。はい、ということでこのコーナーは番組名のネクストにちなんで未来のテーマや今話題のテーマなどについてお話をしていくコーナーです。今回のテーマはピンチということで、まずはピンチを乗り切れるネクストな機能を紹介していきたいと思います。アップルウォッチ、お二人もご存知かと思いますが、知ってる。アップルウォッチ緊急 SOS というものがあり、緊急 SOS の中に転倒検出機能が搭載されています。転倒検出機能ご存知ですか？いえ、そんな機能があるんですね。わからないです先生。そうか、じゃあ俺がお前らに教えてやるから。お願いします。耳の格好してよく聞きなさい。転倒検出機能とはですね、転んでから1分間着用者が起き上がらなかった場合、親族などに自動通報してくれたりする機能で、この機能で大事に至る前に病院に行くことができた人もいらっしゃるとか。日本ではまだ使えないが、海外では心拍数が異常な数値になった場合、自動通報してくれる機能もございます。すごい便利な機能がね、アップルウォッチにはついているということで。さらにですよ、現在開発中のディフェンダー X という防犯技術では、防犯カメラがカメラ映像を解析してカメラに映った人の攻撃性、ストレスを自動判定、犯罪が起こる前に不審者を検知、ピンチに巻き込まれるなく防犯できますという、こういうものを今開発中。これなんかリアルサイコパスのなんかね、犯罪件数のやつ。これでも やらよね、勝手にこういう風に言われたらさ、なん かこいつの顔やべえみたいな、勝手にさ、前野さん見てこう携帯でこうやってかざしたら、攻撃性ストレス 80% で出るわけでしょ。やばい、へこむわ、軽くへこむわ。今日の前野さんとはあんまり話さないよってみたいな感じ。これ何でわかんだろ、こんなの。だってすごいですね、なんか血圧とかも瞬時に判断できるってことなんかね。でもそれこそ今ってこのコロナ禍になってから、私たちあの体温を見られてる、あのサーモ的なあれだってすごい現代のものな感じがしませんか？おでことかにねピッてやったりするだけだと、あとねデパートの入り口とかだとね、入るだけで何度って通っただけでちょっとね、あの色が変わって見えたりとか。確かに、だからもう近いですよ、そういうの。うわ、はい、ストレスも測られちゃいますよ。どれだけ正確性があるかってことですよね。あ、でもそうです ね、僕この間34度って出ましたからね。それはおかしいだろうって確かに言いましたけど、まあ要は我々もこんなピンチを防げたらいいなっていうグッズアイデアを紹介していきたいんですけども、でもこれでもピンチなんかありますか？ドライアイなんですよ。あ、目が乾きやすい。めちゃめちゃ目が乾きやすいんですけど、目が悪くて、あのとにかく目に関することが全部悪いんですけど、本当に目が悪いので、あのコンタクトとかメガネしてないと街歩けないぐらい目が悪いんですよ。ぼやけちゃう、ね、そうなんですね。ただそうコンタクトをするとドライアイで目が辛いっていうのがあって。今はコンタクトなの？あ、今はコンタクトなんですけど、なんで なるべくメガネで過ごそうと思ってるんですけど。わかる、メガネだとあのレンズがすごい分厚くなっちゃうので、人相変わるんですよね。写真とか撮るとね、もう誰みたいな感じになったりね。人と会うときはなるべくコンタクトにしようかなって思ったりとか。コンタクト便利なんでね。もコンタクトですか？僕はコンタクトですね。あ、そうなんですね。家帰ったらまあメガネの方が多いですけど。
やっぱね人と会う時とかはね、あとやっぱなんかその視界的にコンタクトの方がねやっぱ広く見えるっていうのもあって、やっぱりちょっと眼鏡ね動きやすいし、うん、あと私もずっとそうだったんですよ。そのずっとコンタクトで家帰ると眼鏡生活だったんですけど、数年前にICU やや、やでちょっと聞いたことある。なので私の目の中にはもうレンズがシュッて埋め込まれております。埋まってるやつや、はい、それってどうなんですかね、そのドライアイとかには私もちょっと目が乾燥しやすかったので、やっぱりコンタクトとメガネをうまく使い分けるしかなかったんだけど、ICL にしてからドライアイは一切感じなくなる、しかもすげえクリアに見えるんでしょ。クリアです、何もしてなくても本当にクリアです。さらに悪くなることはないんですか、一回入れてから。ないないね、うん、多分まあ、あんまりちょっと詳しくはねここでなんか、まあ、そうですけど、でも私は個人差はねもちろんあるから、はい、その入れて合わなかったらレンズを出すっていうこともできるんだって。そんなのやりたい。でもそれもなんかすごく今の技術というかね、そっか、みんながよく知ってるレーシックよりももっと昔の技術なんだって、はい、ICU の方が、ね、機械じゃなくて人の手でやるものだから、ね、ちょっとね、でもねスポーツ選手とかでもやられてる方ね多いっていう風にも伺いますし、それこそね一郎選手とかもやってるっていう風に、なんかやっぱ興味はあるんですけど目の手術って怖いなって思って、 それが一番ですよね、踏ん切りがつかないというかね、私もちょっとカジュアルにできればいいなとは思うんですよ。わかる、すごい快適にはなった。あーでもあー、俺もやりてんだよな。俺もやりてんだよなそれ。結構だから業界にいると聞かれること多くて、だから何人か私も業界の方に紹介してもらって、業界の方にやっぱりお伝えしてたりするから、なんだかんだこう増えていってるかもしれませんね、そういう新しい技術。でもやっぱりやってよかったと思うわけでしょ。やってよかったです。だって朝起きて、メガネが、メガネかけなくても見えるんだよ。何も見えねえよ、かけないと。本当に人生変わりますね。人生変わるよ、確かに。そうだから一つの手としてそういう技術に頼るっていうのはありだなって私はすごく思ってますね。お風呂何も見えないもんだからもう。あ、わかります。何も見えない。お風呂何も見えない。私もずっとそうでした。ギリギリまでコンタクトつけてあります。気になるわ。でもいい話、いい話ね聞けました。ありがとうございます。もう全然これちょっとアイディア考えてみましょう。いやいや、もうアイディア、アイディアってこれもう。あったんですね。あった、あるんだよ。あったんですね。あるんだよ、そういう解決法が。解決法はあるから、ちょっとまあそれも一つの案としてありかなとは。ちょっと検討してみたいと思います。はい、何かあったら全然聞いてください。はい、どんな感じなのかみたいな。ありがとうございます。はい、ということで以上ワールドネクストーリーでした。アニプレックスネクストラジオ。それではここでリスナーの方からアニプレックスネクスト公式サイトにお寄せいただいた質問をご紹介したいと思います。はい、では。熊地さんからですよ。ありがとうございます。皆様お疲れ様です。お疲れ様です。夏川椎名さんに質問です。はい、テレビアニメ版と劇場版で、うん、三崎明乃を演じてみて、うん、アニメ版ではここに気を使った、うん、劇場版ではここに気を使ったなどなど、うん、アニメ版と劇場版で演じ方を工夫した場面や気を使った場面を教えてください。 PS、うん、アニメと劇場版どちらとも感動して泣きました。いただきました。ありがとうございます。そうですね、三崎明乃はアニメ版と劇場版で結構なんだろう、人間としての成長度合いが変わったなって私はすごく思ったんですけど、アニメ版の時にはまあ館長になりたてではあったので、なんかこうちょっとやっぱ頼りないというか、なんだろうな、みんなにこう助けてもらいながらも、でもこう自分が思ったことは結構ちょっとつ盲信というか、思ったらすぐ行動みたいなキャラなので、そのいろんなあの周りの人たちに迷惑というか、ちょっと戸惑わせながらやってる子だったんですけど、今回劇場版ではそこのあたりがかなり大人になったなというか、離れさがじゃあちょっとなくなったのかな。そうですね、感情としてのなんだろう、まあこう責任感とか、なんかドスンと構える感情に成長したなっていうシーンがすごくあったので、その辺はなんだろう、私もちょっと貫禄まで行くとちょっと言い過ぎかなって思うんですけど、ちょっとだけなんかこう大人になったんだぞっていうところが演じ分けできたらなっていう風に思ってやりましたね。なるほど、はい、お芝居の中にもじゃあちょっと込めて、うん
そうですね、あとはもう今回本当にあの収録が2日間にわたってて、劇場版の収録が、で最後の最後にあの一番派手な回戦シーンの収録があって、その中でも結構キャストの皆さんももう物理的に疲弊してる中で、そうだよね、最後だったらね、はい、感情なんで号令があって、一番疲れてる時に一番体力の使うセリフがボンボンボンってずっとあったので、そこのあたりとかはもう とにかくあのまあ私もこれは何度もできる号令じゃないぞって思ったので、一点集中っていう感じで、見せどころだね。そうですね、その辺は結構気を使ってやりましたね。2日間まるっと収録だったんだね。そうですそうです、まるっと収録で、大変だ、ずっと朝から夜までぐらいでずっと撮ってたので、体力勝負だったね。そうだね、ですね、本当最後撮り終わった時にはみんなでうわ終わったってやりきったっていうような、ね、はい、感じでしたね。いやでもね、熊地さんみたいにきっとこう劇場版通してこう伝わってるっていうことだから、本当嬉しいな、頑張った甲斐がありましたね。はい、ということで皆さんのメールたくさんいただいてありがとうございました。この番組では質問やご意見、やってほしい企画を募集しています。番組で採用された方にはアニプレックスネクストステッカーをプレゼントします。詳しくはアニプレックスネクスト公式サイトをご覧ください。はい、以上リスナーメールのコーナーでした。アニプレックスネクストラジオ、ではそろそろ夏川さんとお別れのお時間になってしまいました、はい、ということで最後に恒例のゲストのネクスト、未来の目標をお伺いできればと思います。はい、未来の目標ですね、はい、あの何か特技が欲しいっていうのをずっと言ってるんですけど、なんか自分の手に何かこうあのスキルを身につけたいなって思ってます。スキル、はい、なんだろ う手仕事ってこと、なんだろう、楽器が弾けるとか、あ、すごい憧れるんですよね。似合いそうだな。似合うと思う。なんか外に遊びに行くことがほとんどなくなったので、お家でできるなんかそういうこうスキルを育てたいなって今思ってます。なるほど、はい、楽器だったらどんな楽器やりたいとかそういうのあるんですか。ベースとかがすごい好きなので、似合いそうだね。ベースちょっとやってみたいのと、家にアコギがあるのでアコギをちょっとちゃんとやろうかなってちょっとと思ってます。いいですね。なんか今私見えました。俺もなんかすぐイメージできたよ。しなちゃんがなんかもう弾きながら歌ってる姿がもう見えました。ありがとうございます。やりましょう、ね、やりましょう、はい、そういう未来来るかもわからないですね。次はこの番組にぜひベースとあの披露しにまたぜひ来てください。わかりました、頑張ります。弾き語りをぜひ、はい、楽しみにお待ちしています。はい、はい、ということで今回のゲストは劇場版ハイスクールフリートから夏川椎名さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アニプレックスネクストラジオ、ここからはアニプレックスの最新情報をまとめてお届けします。まずは10月クールにて放送中の新作アニメ作品です。テレビアニメヒプノシスマイクディビジョンラップバトルライムアニマは毎週金曜日24時から東京 MX 他にて放送中です。テレビアニメ戦翼のシグルドリーバは毎週土曜日23時30分から東京 MX 他にて放送中です。テレビアニメ魔法科高校の劣等生大放射編は毎週土曜日24時30分から東京 MX 他にて放送中です。テレビアニメ神様になった日は毎週土曜日24時から東京 MX 他にて放送中です。テレビアニメ体操侍は毎週土曜日深夜1時30分からテレビ朝日系24局ネット沼アニメーション枠にて放送中です。以上、10月クールにて放送中の新番組5作品でした。それぞれの作品の詳しい情報は作品公式ホームページ、Twitter 公式アカウントをご確認ください。続いて10月クールにて放送中の再放送アニメ作品です。テレビアニメ約束のネバーランド第1期はフジテレビのイタミナ他にて毎週木曜24時55分から放送中です。詳細は作品公式ホームページ、Twitter 公式アカウントをご確認ください。続いてアニプレックス作品の劇場版の情報です。劇場版鬼滅の刃無限列車編は全国劇場にて公開中です。日本語吹き替え版ロシャオ平戦記僕が選ぶ未来は2020年11月7日土曜日全国劇場にて公開です。詳細は各作品公式ホームページ、ツイッター公式アカウントをご確認ください。最後にブルーレイの発売情報です。バラエティ番組7分の22計算中のブルーレイ全6巻が11月25日水曜日より3ヶ月連続で発売決定。現在好評予約受付中です。詳細は公式サイトをチェックしてください。
以上、アニプレックスの最新情報でした。アニプレックスネクストラジオ。はい、というわけでアニプレックスネクストラジオ、そろそろお別れのお時間となります。今回は劇場版ハイスクールフリートから夏川椎名さんにお越しいただきました。ね、茅野さん久しぶりとおっしゃってましたけれど、ね、いかがでしたか。大人になってたわ椎名ちゃん。高校生の頃はどうだったのか逆に知りたいよ。でもね、あのなんだろう、クリッとしたあの純粋な目は今も変わらない。変わらない、濁らない目でいてほしい。濁らない目でいてほしい、本当にね。いやでも、これから その目標も聞けて、なんかこうなんだろう、未来をやっぱよりこう楽しみになるなっていう風に椎名ちゃん見てて思いましたね。すごく責任感とね、あと一生懸命なひたむきな思いが伝わってきましたね、作品を語る時のね、目の輝きだったり。前野さんもね、初めましてだったから。いやすごい、あのやっぱり、若くして主役やるってすごく大変なことでもあると思うんだけど、でも座長としてすごくなんかね、しっかりまとめて自分がやっぱり頑張んなきゃいけないんだっていう気持ちをしっかり持って、現場に向かってる子なんだなっていうのがひしひしと伝わってきましたね。俺なかなかあんまりなんか頑張るぞと思ってもなかなかなんかどうなんだろうみたいな感じになっちゃう時多いから、すごいやっぱ若くしてね、そういう姿勢でずっといられるってかっこいいなと思いましたね。未来の目標もね、聞けて楽しみだな。ぜひね、でもね、挑戦してほしいですね。本当に楽しみ。ぜひまた番組の方にも遊びに来てほしいです。はいはい、アニプレックスネクストラジオはまた来月も配信予定です。はい、豪華なゲストをお呼びしてさまざまなコーナーやアニプレックスの最新情報などお届けしていきますので、ぜひまた聞いてくださいね。はい、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は前野智明と茅野愛でした。さようなら。